はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、大好きな ABC ドラゴンバスター最新版、持ってきたんでご紹介していこうと思うんですが、ですね、診断でディアベルスターとあとこのレボリューションシンクロンっていうモンスターが実装されてまして、レボリューションシンクロンがね、まずね、そもそもめちゃくちゃこの ABC ギミックと相性いいんですよ。これなんでかっていうと、そのこいつらがレベル4のモンスターになってるんですけども、これ手札からシンクロスワインにできる効果を持ってまして、これで4とくっつくと7 あのシンクロ召喚ができるじゃないですか、エンシェントフェアリーがね。で、エンシェントフェアリーがフィールド魔法をぶっ破してフィールド魔法持ってこれるみたいな効果があるんですけど、これあの例えばあのユニオン学ロゴみたいなこういうカードをね、あのサーチできるんですよね、フィールド魔法があれば。で、今回は何と組み合わせてるかっていうと、まずね、ディアベルスターですね。ディアベルスターは、財宝スネークアイギミックをぶん回していくことができるんですけども、これね、あの、盤面のモンスターコストにできるんで、これ例えば、あの、B バスタードレイクとかをコストにして、で、B バスタードレイクで C 持ってきて、で、C をまたそのスネークアイのコストにして、みたいな動きをバン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 、その、入閣ロークあると、供給できるんですよ、コスト、盤面にコストで、こいつらって結局そのフィールドから墓地に行って墓地のカード除外して、ABC 出すムーブするじゃないですか。だからね、そのディアベルスターとか、あとそのさっき言ったようにレボローションシンクロンエンシェントフェアリーとめっちゃ相性いいんですよね。はい、この辺の相性がいいギミックをいっぱい足してきました。どんな動きができるかはちょっと対戦動画見ていただく方がいいかなと思うんですけど、組み合わせでいろいろできて、例えばユニオン格納庫とレボリューションシンクロンがある場合は、まあ、ABC のギミック揃いながら、エンシェントフェアリーからクリスタルウィングとか出るし、はい、場面作りながらね、だしそこに例えばディアベルスターとかもあの組み合わさった場合は、さらにそこにリンク展開が組み合わせることができる。例えば、マスカレーナからの、まあ、ユニコーンとか、まあ、ウーサとか、あとトガ姫とかね、この辺のモンスターが追加できるみたいな。結構ね、パワーとしては組み合わさった時のパワーとか爆発力というか、バケモンみたいな爆発力になるんですよ。はい、これがねやばい。その代わりなんですけども、今回ちょっとだいぶゴミ入れてまして引きたくないカードみたいなめっちゃ入れてまして、ちょっとスクール駆け足とかねなんかコバルトイーグルとかこういうのまで入れてるんで、ちょっとねコンボも決めたすぎた結果、なんかそのまあ、だいぶ、なんだろうな、爆発力に全振りして高校ドライすんねんみたいなデッキになってしまいました。はい、これすいません。ただ、まあ、回った時のパワーだけちょっと見ていただければなと思うんで、ちょっと高校勝率は置いといて置いといて、回った時の爆発力だけマジでやばいので、それだけちょっと見ていただければなと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ま、反応強そうじゃないこれ。財宝狩りの悪魔発動。ディアベルスターうららは一回スルーかな。撃たれたとしてもね、なんかなそうな気がするけど、この反応的にユニオン格納庫発動します。展開通りますね。B バスタードレイクを召喚で効果起動して、ユニオン格納庫の効果でバスタードレイクに、ユニオンドライバー装備、ユニオンドライバーの効果起動。さあこれで一旦クラッシュワイバンかで、クラッシュワイバンを装備解除して特殊召喚。はい、で一回エンシェントフェアリードラゴンをなんか謎に手札のモンスターを使ってシンクロ召喚ができる。はい、エンシェントフェアリードラゴンシンクロ召喚効果、B バスタードリークの効果起動で、 B バスタードリークの効果によって、A アサルトコアを手札に加え、なんかあんな相手な、なんだろう、まあ、エンシェントフェアリードラゴンの効果起動してちょっとフィールド魔法ぶっ壊してフィールド魔法持っていきたいんだけど、なんかある、なんかあんだよねこれ、なんかあるよね、なんだろうこれえ、なんだろう、エフェクトミラーとか無限表情かな。ああはい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 、なるほど、まあ、ちょっと痛えな、まあまあまあいいか、はいはいはい、なるほどね。セリオンズリングはサーチさせてはもらえませんでした。まあでもまあ言うてね、ここに無効系妨害食らう分には全然問題ない。だから他に無効系妨害食らうとこ今のところねえんだよな。で、レボルションシンクロン蘇生させて、で、これニビルケアの、これ向こうの時にはね、ニビルケアのクリスタルウィングシンクロドラゴン。レッピのクリスタスエッジをぶちかましに行く。
OK。 でこれであのこれ以降の、まあ、モンスター効果による無効形妨害はケアしていくスタイルで、 C クラッシュワイバーンをコストにしながら、ディアベルスターが出てくる。はい。で、ディアベルスターの効果起動と、C クラッシュワイバーンの効果が起動、手札から、アサルト、コアを手札から特殊召喚しながら、はいはいはい、しながら、ディアベルスターで、現在法スネークアイをセットで、こっから現在法スネークアイの、ムーブを使ってスネークアイムーブが開始されます。つえバリつえバリつえバリつえ、マジで、うん、鬼強い。アサルトコア何これ。あーっと1枚余ってるから回収していいか。ちょっと待って、B が2枚いるから、あれかな、レボリューションシンクの方が落ちたんか、ちょっと B になった。で、これで1枚回収してよくて、でこれで手札コストも確保で、エクセルの効果によってパワーポイントを手札に加えて、でパワーポイントの効果で、パワーポの効果によって手札から特殊召喚できて、特殊の成功時効果で財宝系のカード持ってくる。はい。ほんでリンクリボーを一旦作ります。でパワーポイントの効果でもう一回魔法トラップゾーンに置かれます。 OK。 でエクセル効果使って、はい、まあ、色的にはお前がワードだけどな、どっちかっていうと。でこっちがエクセルなんだけどな。でエクセルの効果でワード出てきて、でワード効果でなんか適当にモンスター特殊がします。はい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 。ほんでジャガン神殿スネークアイを発動して、表側でフランベルジを置いて、おい枠足んねえなこれ、あまりにも展開力やばすぎて。ちょ一旦リンクするか。まずマスカレーナだな、こことここ。はい、マスカ出して、さすがにエッチで、オーク効果で、フランベルジュリリースして、フランベルジュ出して、フランベルジュだ、フランベルジュいいんだっけこれ。フランベルジュ、あ、やべ、ちょっと待って、これ、ワイトバーチャったかもしんね。ちょ、間違えた。まあ、いいか。対戦に影響はない。多分。で、レベル1特殊召喚2体。はい。はい。いつ展開終わるん、このデッキ。で、トカちゃん出して、はい。トガちゃん出して、はい、マジでこれやべえ、ちょっとミスった、あれしないと、多く出してこないといけなかったな。まあいっか、ちょっとマスカレーナを、まあ埋めまして、ほんでピットナイトアーリーを作ります。はいはい。でで、ここで一回レコード投下ヒートソウルを作りに行って、はい、場所はここでいいんか。あれ、てか俺トガ姫の効果使ったっけ。あ、なんか俺トガ姫の効果使わせた気がする。ちょっと待って。展開力やばすぎて、あー、いらな、展開力やばすぎて、なんかトガ姫の効果使わせてもなんかなんとかなってるぞ。やばい、待ってくれ、なんかフランベルジュいたからあれだけど、ちょっと待ってくれ。まあいいか、まあいいか。展開力やばすぎて、なんかもうなんか場面余るんだけど、マジそんなバカな、なんかこんな、ええー、強っ。はい、はいで、はいと、なかなかの盤面になってる気がしますね、これね。さすがに、まあ、ちょっと何でも向こうがないのがね、若干、まあ、そのレギュラスが構えられなかったのであれですけども、あー、なるほど、向こうも財宝や、なるほどな。はいはい。でディアベルスターいいでしょう。これさ、なんかさ、トガヒメの効果使っといたらフランベルジュフランベルジュになってんのか。これなんかフランベルジュ一応コストにしてね、一回オークを経由、オークじゃねえや、ホワイトバーチ経由して出した方がいいんですけども、まあそれはさすがに無効かな。ちょっと待って、この辺の効果使うと直接チェーンできなくて鬱陶しいから、一回ここスルーして、クリスタルリングシンクロドラゴンの効果使って無効にします。でさらにちょっともうこれスネークアイの効果使わねえな、これいいや、マスカレーナ行こう、マスカレーナ行く。これ本当はね、あのスネークアイの効果で前に出して
ジャガー神殿の、ね、方の効果で前に出してリンクしていってみたいな感じなんだけど、ちょっと今回ワイトバーチをあの送る忘れたんで、まあもう普通にフランベルジで出していいや。ほんでせやな、これはあポップルス、はい、なるほど。どうしましょう、どこで棒が当てましょう。マスカレーナの効果って起動するのを何するか問題あるんだけど、まあちょっと ABC がいるんで、まだちょっと待って、妨害の当て方、まあ、妨害多すぎてめっちゃむずくないこれ。ちょっと待って、自分で作ったいいものとこれめっちゃむずいぞこれこれ竜実況チャンネルあるある、自分で作った時自分で回せないっていうのがあるんだよね結構。ちょっと待って、マスカレーナ使うわ、さすがに縦に行こう。こことこれで、でもなんかもう現在法スネークアイを打てない状態にして、はいはい、で効果起動と効果起動、はい、でデッキに戻す、でフランベルジ効果、てかもうこれあれか、ワイトバーチ忘れたからさ、これピットラテアリー置けねえわ、ミスったわ普通に。そうだよな、これこうなるもんな、まあ、しゃあないか。その場合はこれこれとこれ置いきまして、こうしまして、はいで、はい、でユニコーンで戻ります。エクセルの効果と、オークの効果が起動します。ポップルツが回収されます。だからもうこれさあれだよね、ワイトバーチを置かなかったのがいけないね俺が、うん、これをね置きたかったんですね。これ置くと相手のターンでそのポップルス墓地を送れたんですけど、ちょっと無理だったので、もうデコトとかヒドソーでワンドローしますわ、弱、まあ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 いいだろう。まあ言うてまだジェットシンクロンは墓穴ぶち込めて、で ABC で相手のカード除外できるんで、まあ多分大丈夫じゃない。現在歩スネークアイあるでしょ、あと手札に相手ね、でジェットシンクの効果で何か切って特殊化したような効果に墓穴ぶち込まれて相手死亡してする可能性高い墓穴で、ここではいものすごい量の棒が飛んで、まあ、これはギミック外、この墓穴はギミック外です、すいません。ただあれか、現在庫でワンドロー入んのかこれ、強えな。ジャガン効果、あジャガンじゃない、財宝界の悪魔の効果で墓地から現在法スネークアイを戻してカードを1枚ドローするという効果、まあこれはかなくみたいな、はい、いやまあちょっとあと ABC しかね、やべえ、ちょっとね若干ね、このワイトバーチを出す何方法というか、一回エクセルの効果、あでもあ言うてらわこれで、ドラゴンバスターで1枚除外さすがに止まるよな、さすがにな、はい、まあ、無限法要多分今引いたんだろうな、あ歌はあったら打ってるか、多分今はドローしたんじゃない。でピットナイトアーリーを一応これで置いて、はい、でジャガン神殿でピットナイトアーリー前に出してみたいな動きしたいかったんですけども、もうもはや盤面が埋まりすぎてわけわからんことになったんです。攻撃表示、攻撃表示でバトルフェイズなんかわかんねえけど、わかんねえけどすごくないこのデッキ、ちょっと理想展開はできなかったけど、まあ、それでもって感じだからね。展開力バケモンでしょこれ。あーこれはハンドめっちゃ強いぞ、これはハンド強いぞ。ちょっと C クラッシュは今引いてんのか。でもディアベルスター、はい、ちなみに展開、あ増字ね、はい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 、まあ、これは普通にこうだな。ディアベルスターを、要はディアベルスター引いてて格納庫引いてれば基本的にはまあ何展開はできるんですけど、そこにレボリューションシンクロとか絡んでるとめちゃくちゃやばいこと起きるんですよねこのデッキ。まあ、ただ問題点としてはそのメインギミックがパンパンになってまして、その上振れ全力みたいなと構築してるんで、そのなんか手札全然入ってなくても高校バリきついっていうはい、そういうところはありますね。でユニオンドライバーの効果起動して、あユニオンドライバーすびきもうざいし、宝玉銃すびきとかもあるんで、これすびきうざいカードも結構入ってるんで、正直はファンデッキです。でアサルトコアが特殊化される、
で、まず一旦エンシェントフェアリー出します。ビーバースタードレイク と、セグナのレボリューションシンクロンで7シンクロ、はい、アルティメットインチキシンクロしてテグナのモンスター使ってエンシェントフェアリーからのバスタードレイクで、バスタードレイクでバスタードレイクサーチしながら、エンシェントフェアリーの効果起動、フィールド魔法を全部破することによってフィールド魔法を持ってくるという効果で、これで、まあ、ジャガシーでもね持ってこれるんですけども、セリオンズキングレギュラスを持ってきた方が強いといったところ でこれでセリオンズ回収で、B いるんでセリオンとキングレギュラスの効果起動して B を装備、あ、これちなみに装備解除してね特殊召喚っていう動きもできるんで B は、まあ、それも強いですね。これレギュラスでまあ要はモンスター1体用意できてみたもんなんで、無効化用意しながらこれでイブリケアしながら手札から、さらにクラッシュワイバーンを出しで、レボリューションシンクロンの効果も使い特殊召喚しやってることやばくないこのデッキ上振れるとマジやばいんだよな、下振れるとほんまにゴミみたいなハンドくるけどね。でクリスタルウィングシンクロドラゴン、はい、でディアベルスターの効果をここで起動していく。まあ、C でも E で A でもまあ どれでもいいんだけど、これこうして、はい、ディアベルスター特殊召喚で効果起動、クリスタルウィングとレギュラスを横に構えながら、ここからスネークアイ展開をしていくというところですね。やば、やっていいことと悪いことあるんじゃないかなって思ってます。はい、でスネークアイエクセル効果と、まあ、C は今手札からは出さなくったってか関係ないんだあんまり。でちょっとさすがにね、これね出すとね多分ね盤面埋まりすぎて逆に邪魔ってなる気がする。でポップレス効果起動、ジャガンシンガン、ジャガンシンデンスネークアイ持ってきて、一回リンクリボーに変える。でリンクリボーに変えるとリンクリボーに変えられて墓地を送られた場合のポップレスの効果が起動して魔法トラップゾーンに置かれる。はい、でスネークアイエクセルの効果起動する。ポップルスを墓地送りながらエクセル出してくる。でエクセル効果で自分の墓地から、特殊召喚できる墓地か除外状態の、モンスター特殊召喚できる、特殊召喚する。でジャガン神殿スネークアイ発動、ジャガン神殿スネークアイの効果によってフランベルジュを置いて、でリンク召喚していって、ここでマスカレーナ、これマジでやばない、これこれ待って、展開のさスペース足んなくね、これ魔法トラップゾーン10個ぐらいだと無理じゃね、これ魔法トラップゾーン10個は草なんだけど意味わからんやろ、なんだその10個の魔法トラップゾーンって。でワイトバーチ出てくるだろう、ワイトバーチはちなみに相手のターンじゃないとね変身できないんですけども。で一旦バスタードリークを装備解除して特殊召喚でリンク召喚でトガ姫、はい、これはい、ではい、でトガ姫の効果が、あ、 B バスタードリークの効果起動して、サーチもういろいろ どうでもいいユニオンドライバー持ってきてくれたコストにしていく。で支援のトガ姫の効果を起動し自分の墓地からフランベルジュラゴンを特殊召喚でフランベルジュラゴンの効果が起動しマスカレーナを魔法トラップゾーンに叩き込んでいく。 OK いいよいしょ。でさらにフィールド上の効果モンスター2体を使ってピットナイトアーリーを出し、ピットナイトでピットピットナイトアーリーとリンクリボーで、デコルトがヒートソウル出していく。でデコルトがヒートソウルの効果を起動しカードを1枚ドローし、あ、ゴミ、あー、ゴミで、さらに財宝狩りの悪魔の効果によってカードを1枚戻してワンドロー、あー、強い、よし、いいぞ。で最後の、仕上げお会計で ABC 出してクソついでみたいな感じで ABC 出して今回のエースモンスターがついでに出てきます。はい、でこれでエンドですね。ちょ、さすがに上振れすぎたな、これ盤面やばくないか、これやばいこと起きてるわ今。
なんかちょ待って、こうフランメルジュ墓地送ったところでさ、これ蘇生できんくね。もうアポロさん行くしかないか。郵送権限、はい、郵送権限、まあ、うららか、郵送権限はうららだな。双剣はね、郵送権限キャラしかうらら打つことないですよね。まあ一応バケラワンドローとかもあるんだけど、はいはい、キモい、はい、キモいエフェクトきた、煽りエフェクト、煽り性能高いエフェクトきた。ほんで、こっから相手はな、まあ天威竜アシュナか、天威竜アシュナか、まあ、天威竜アシュナはまあ別にどうでもいいか、一回、まあ、ちょっとこれがなんだっけ、あれだったら問題だったけどな、うるさい、なんだっけ、バウンスしてくる人、名前忘れた、天威竜どうちゃらこうちゃらで、これもうさ、ちょっと待って、これ盤面邪魔すぎるわ。ワンドローして、あ、最強だわ。でマスカレーナ効果起動して、もううるさしちゃっていいや、これで。フランベルジュ、まあ、ちょっとさ、これさ、いや、これいらねえわこれ多分。なんかさ、この俺ピットライトアーリーをそのポップレスの効果で置いてフランベルジュ出してみたいな動きしたかったんだけど、なんか盤面がちょっと邪魔すぎて無理なんで俺なんかピットライトアーリーのムービーなんかもな、普通になんかもうちょっと汎用リンクでいいかもしんないな。ワイトバーチと、ポップレスを置きまして、はいはいはい、あ、でもこれでいけるか、これでいけるわ。で、ちょっと待ってね。でこれでスネークアイからの、ワイトバーチ効果、あ、これ強いね。これでいいわ。で、これで、ポップルスをリリースして、フランベルジュ出して、で、ポップルスが、効果起動して、やべえ、時間ね。で、ピットナイトアーリーを魔法トラップゾーンに置いて、で、フランベルジュドラゴンの効果起動して、ピットナイトアーリーを前に出すと。はい、神ゲー。強っ。熱いよ。何これ、強すぎだろ何棒がやるんだろう、分からん、何棒がやるかちょっと分からないんだけど、クリスタルウィングとレギュラスと、ABC とアポロウーサが3回と、ピットライトアーリーがあるんで、もう7棒ぐらいありますかね、はい、7棒ぐらいある気がします。で今一応マスカレーナの効果でリンクしたところを、まあ、トロイミアユニコーンとかにもできます一応、はいはいはい。で、バクヤの効果も当たり前にクリスタルウィング、シンクロドラゴンの効果を使い、さらに ABC の効果も使い、手札を1枚捨てることによって、アシュナも除外していく。もうすべてを除外。もうリンク召喚すらさせない。もう無理でしょ、これ召喚器使ったし。終わりじゃないこれ。ワンモディアイだろ。あ、もうちょっと、一応スキルの掛け足だけ言っとくか。最大級に上振れたわ、最大級の上振れ展開見せて渡す、はい、いや、こっからさすがに負けない、キッコーも無効でいいしな、つえ妨害余りすぎた、妨害が余りすぎた、まだ5妨害が残ってる、やばい、頭いかれてるわ、なんか邪魔だもん、バトルフェイス、はい、お、なんだお前、ここまで見たんだから殴らせろや、何？妖刀竹光コストだと、ディアベルスターやばい、待って、そのコストやめようぜ、もう強すぎなんだよ、そのコスト強すぎやね、黒魔術ディアベルスターとさ、妖刀竹光の効果で、それ裏ら食らうやん、大丈夫、まあ持ってないんですけどね、まあ持ってないんですけどみたいなパターンめっちゃ多いこのデッキあまりにもさ、手札誘発少ないからさ、後手基本的に無理なんだよな後手がね、現在法、はい、スネークアイ、現在法スネークアイからのこれ妖刀の効果で燃えたけ水サーチしてるガチでやばいこと起きてるから、これはエクスパラディ、はい、どうぞどうぞ、イゾルデキビック書いてるやつか、これ、これ顔ポッポノアさんムーブじゃない、顔ポッポノアさんの財宝竹光ノートを読んで俺も財宝竹光ターンスキップしようって思ったんだけどさ、これあれだろ、顔ポッポノアムーブだろ、エクスパラディンとチューンナイトでイゾルディング出てきて、でイゾルディングの効果で、戦術族がサーチされ、ゴッドフェニックスギアフリードが、手札に加わっていく、あ、エクスパラディンだったわ、ゴッドフェニックスギアフリードも引いてんのか、やばい、それはさすがにちょっと上振れすぎ、でイゾルデの効果
まあ装備カードを墓地送って、戦士族リクルート、はい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 、まあ遠赤士リナルド出てくるよね。でリナルド効果でデュランダル回収する感じかな。あ、妖刀滝光を回収ね。なるほど、妖刀滝光を回収、なるほど、まあ結構やばいな。でリナルド特殊召喚、なるほどなるほど、やばいね。で現在法スネークアイ、ここで発動、なるほど。でディアベルスター墓地送れやばやば、結構ちょっとこっからスネークアイのムーブをされることに俺ちょっと絶望を抱えてるんだけど、これ大丈夫かな。エクセルの効果が起動されて、でポプルスが出てきて、でポプルスが前に出る、ポプルスの効果でなんかサーチされるみたいな動きが、まあ、爆弾するって感じかな。エクセル効果起動して、ポプルスコスト、はあ、なるほど。でスネークアイフランベルジュドラゴンがかっこよく出てくる。こいつかっこよくてね、好きなんだけど効果いかれてて嫌いだわはい。で魔法トラップゾーンに何か押し込んで、はいはい、どうぞ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 、ご自由にどうぞ。ディアベルスターですね、はい、わかりました。ディアベルスター押し込んで、燃えたきみつ、燃えたきみつ、メインフェーズ1スキップされるの確定した。キモすぎる、キモすぎるだろマジで、キモすぎなんだよ。燃えたきみつとかいうカードなんだよこれ。たきみつなんでこのクソカード多いのクソカード多すぎない、なんかこれ誰が使ってた方な、これ害悪ムーブでしょこれ。で、あー、はい、燃えたきみつを回収して、でからのシンクロ召喚ですかこれは。チューナーレベル1と8、いやーブリーバーじゃねこれ、うわー終わってるマジで、やってること終わってる。パワーツールブリービングドラゴンの効果が発動しまして、装備カードを3枚装備して、さらに妖刀竹光の効果も起動していく。いや展開力えぐいて、4体でアポロウーサー、あーディランダルの効果今使うの。ディランダルの効果でなんか炎属性モンスター回収されたよ。あ、リッチャーデッド、なるほど。強いよねそのモンスター、分かってるんだよそれは、非常にね強いことは分かっている。いやここからの黄金色はやば、キモキショキショすぎて、いやキショすぎる、キショすぎるだろそれ、ちょ待ってくれ、引きすぎやて、引きすぎだろ、やべえ。これアパローサイのなんかアタックもこれクリリンクリボーでケアしとるやん、財宝外の悪魔、やばい、今使ってなかったのかよ、使ってなかったのかそれ、おい、行かれてるだろう。で、さらに1枚ドローってか、おふざけんな、引きすぎだって。な、手札何枚あるんだよ、あれは。9枚ぐらいあるぞ、あれ。相手。手札9枚は行かれてるだろう。セット、セット、いや、なんだ、そのセットカード。ターミナルワールドかと思った。違うわ。ターミナルワールドじゃなさそう。なんか、俺が想像していたゴミカスターンスキップデッキを想像してたんだけど、なんか違いそうだな。エンドフェイズ。トラップトリック、え、まあ、ちょっとやばい、トラップトリック、え、まあ、トラップトリック、ちょっと待って、まあ、スネークアイ追走撃撃っていい、ちょっと待って俺これやばいかもしんないトラップトリック入ってるってことさ、通常トラップ入ってるってことだよね。あー、シルビア、え、ここで使うの、ここで使うの、マジスネークアイ追走撃から許してや、そんなバカな、スネークアイ追走撃さえも許されないってどういうこと、嘘でしょ。あ、ディアベルスターね、はいはい。ではディアベルスターは墓地に送られると、相手のターンだとフィールドの表側表示カードをなんか、叩き割って特殊召喚できるという効果で、特殊召喚成功すると、財宝系の俺のターンなんですけど、今僕のターンなんですけど、今あなたのターンじゃなくて僕のターンなんですけど、ターン頼む、ターンくれ、頼む、ターンくれ、頼む、ターンくれ、ターンくれ、あキショイだろこのデッキ、ふざけんなはっ、マジ遊戯王ってクソゲーだわ、クソすぎるだろこれちょっと一個言っていいか、壁とやれ